私いつも食べる専門なんですけれども、なんかいつもねうちで作るイクラは仕入れた筋子を使って作ることが多いらしいんですけど、マスの子が多いんですって。でついさっきスーパーに行きまして、新物の鮭子を発見したので、この人に聞いてみたんですよ。これ美味しいのかなって。そしたら作ってみたらって言われたので、これから作ってみたいと思います。筋子はこれです。これ便利なんですよ。味登録つけだれ作ります。これ 500cc です。本ミリ 100cc です。調理酒 100cc です。お水 100cc です。煮立たせます。お湯に塩入れます。40度前後です。筋子を入れてほぐします。よいしょ。うまっ。めちゃ一緒なんだけど気持ち悪い。うまっ。これはさよなら。さよなら。はい、ギリになってしまった。ちゃんと取れてくれる？です。こんなもんか。水気を取ります。うわ。これは怖いな、これ。こんなですよ。やだ、怖い、これ。タッパーに移します。よっ。うわ
はい、移せました。つけダレをいくらひたひたになるぐらいまで入れます。一気に入れちゃうか。よいしょ。移せました。3時間ぐらい冷蔵庫で寝かします。イクラができているか見てみたいと思います。できました。いくら丼を作りたいと思います。いや贅沢だね。え、これご飯の量多い気がする。こんなかな。見てください、めっちゃ美味しそう。いただきます。おお、こぼれそう。よっ、うん、うん、白米にめっちゃ合う。すごい、やっぱプチプチ感がいいですね。これ多分何倍でもいけちゃう。やば、これ絶対あれですよね、深夜に見た方飯テロですよね。これ全部食べていいのかな、いいのかな。ご飯欲張りすぎた気がする。止まんないです。これもう、これあれですよね、酒粉のイクラじゃないですか。普通のイクラと比べてなんかちょっと鮭っぽい味するのかなと思ったんですけど、そんなことない。なんかほんと普通のイクラ、普通に美味しい。見たかったんですよね。なんだっけ、かき米飯だっけ、ガーって食べるやつあるじゃないですか、お茶漬けみたいな。ちょっとね、贅沢にやってみます。完食。いやー、もう一杯いけるけどな。今日はこのぐらいにしとこう。はい、ごちそうさまでした。